イヤー、俺の全力のサッカーだ。タピオカ気持ちいい。行くぜ翼、来い急学君。行くぞ翼君。おう岬君、行け。腕を上げたな翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。タピオ、タピオカ気持ちいい。はい、トーマです。こんばんは。本日はドリコレで出ました、ステファン・レミの数値を見ていきたいと思います。タピオカさんがちょうどレビンとカルツを出して、より欧州パが強化されましたというようなガチャ動画があったんですけれども、そちらの方で引いてたレビンですね。こちら見ていきたいと思います。まずこのレビン、特徴的なのがですね、レビン君は非常に特技が特徴的で、どこだ、まあ、フェス以来やっと力のレビンが来ましたっていうところだったんですけど、やっと来たレビンがドリコレで、ゴールキーパーキラー、ゴールキーパーに対してパラメータープラス 90% と非常に強力ですね。そしてシュートもレビンラッシュということで、まあ、レビンの中では一番威力の高い技という形になります。ただですね、シュート値っていうのを見てもらうと4158、そしてですね4158と非常に低い、まあ、パワーはそれなりですけども非常に低い値になってるんで、本当にどんぐらい強いんだろうといったようなところを見ていきたいなと思います。まず、ここにシュート、ドリブル、パスと値が載ってるんですけれども、シュートとパワーを減突しております。でドリブルとかパスはいじってないです。シュート、パワー、減突、そして、チームスキルは 45% 載っているというような想定でやってます。で、シュート、パワー、減突した値がシュートパワー減突して、バフを 10% 乗っけたという値が 14,589 というような値になっております。そして、14,589 に、ゴールキーパーキラー 90% を乗せると、はい、と、26,525。強い。ゴールキーパーに対しては強いと。いう形になります。まあ、あとはパスかドリブルかどちらかを、まあ、両方でもいいですけど、まあ、減突していけば、まあ、18,000 から9,000ぐらいのドリブルパスっていうのに対して、ゴールキーパーに対しては 26,525 と、まあ、いったような値になるのかなと思います。まあ、なので非常に強いキャラクターかなというふうなことが言えます。まあ、ただマッチアップした時にそのディフェンスをシュートで抜くとかそういったことが難しいキャラにはなってくるので、まあ、その辺がちょっと使い方としてまあうまくやる必要があるのかなといったような感じです。はい、では続きましてですね、赤井くん見ていきたいと思います。赤井くんに関しても非常に独特な、特技でしたよね。こ
ちら赤井くんですね。はい、赤井くんに関しましては渾身の一撃、スタミナが多いほど必殺技威力アップすると。はい、渾身の一撃 90% というところでそれを計算していきたいと思います。条件は同じでチームスキルは 45%、 あのフォメは乗ってないですね、乗ってない想定です。チームスキが 45%、 パスカットテクニックを限突しています。そして、バフが 10% 乗ってると仮定した値が15854ということになってまして、そちらにアグレッシブカットの99ですね、440、値としては440ですけども、こちらを、90% 増しすると836というような破格の値になってきます。でそれを掛け合わせて、合計が132542と非常に強いパスカット値が出ますよと。まあどんぐらい強いのかっていうのを比較、たけしで比較していきたいと思います。たけしはまあこれパス値ですね、パス値が 24007、 まあ同じ条件です。チームスキ45のバフ 10%、 そして特技乗った状態ですね、中央エリア 15% 乗っけたというような状態で 24000 で、コントロールパスですね、これが99で415と、でこれを掛け合わせても、まあ、99000と、まあ、このパスの強いたけしでもこのような形というので、まあ取れそうだなと。でさらに、まあ、例えばですけど510とかそういったなんかパスが入りましたってなっても、まあ、衝撃に関しては赤井くんの方が上ですというような形なので、この赤井くんも非常に強いですね。でスタミナも1000あるんで結構多めです、1061と。はい、というわけで技をしっかり育てていけばこの赤井くんは非常に使えるのかなと思います。これで技2本も非常に強化されましたね。最近は技応酬、技日本非常に増えてきたような印象でございます。なので早野自分としてはなかなか厳しいなといったような形に思ってますね。オンラインも立て続けに、まあ、ちょっと負けて本戦負けてますので、まあ、なんとか残り消化していきたいなと思います。はい、本日はこのような形でドリコレのガチャ40連とレヴィン赤井くんの数値の検証という形となります。いつもご視聴ありがとうございます。それでは。